はい、ゆたぽんです。まあ、このところね、よく考えることがあるんだけど、趣味ってみんな言うでしょ。まあ、お見合いなんかでご趣味なんですか。まあ、お見合い受けたことないかわかんないんだけどもね、とにかくやっぱり人の趣味って結構大事じゃない？大事じゃないっていうか、大事に扱われるよね、そこはね。だってね、CV っていうか、なんていうの、履歴書にも趣味の欄とかってあるでしょ。で、まあよくね、研修医のこうね、マッチング表みたいなので、こう研修医のリストを見ると、必ず趣味の欄っていうのに趣味が何です何です何ですって書いてあるわけで、じゃあどこからがね、趣味に入るのかなっていうところだと思うんだよね。で、まあ、例えばね、その僕だってこの前ね、トップガンのマーヴェリック見に行って楽しかったよっていう話をしたけども、じゃあ映画鑑賞が趣味になるかって言われたら、まあでもね、年に 1,2 回学会の時に、時間ができた時に、まあ学会行ってたら呼ばれないから、まあそれでも電話かかってくるけどね、こういう緊急入りました的な報告はね。まあそれでもまあ重要な連絡がないから、まあだから見に行ったりするけども、じゃあそれを趣味って言えるのか。って言うと、なかなかね、じゃあ趣味映画鑑賞ですって書けないよね。映画鑑賞ですって書いた時に、なんかめっちゃマイナーな映画の感想を求めたられたりですね。いや、ちょっと見たことないんですけどとかって言ったら、なんかね、それはそれで、映画趣味になっちゃうから、だからまあ、どこまでが趣味の範囲に入るのかな。であとはね、例えばまあ料理、まあ僕はね、比較的料理するの好きなんですよ。なんかね、こうクリエイティブなことをやってる気がしてね、こう食材からいろんなものを作っていく、そこにまあ自分のね、アレンジを加えていきながら、好きなね、味、好きな形に作っていくっていうのは、なんかね、こうクリエイティブな感じがして、まあ比較的ね、僕は料理、まあおつまみ系だけどね、まあ作ったりするんだけども、じゃあ料理を趣味、まあこれはね、比較的まあ僕は趣味って言ってもいいかなと自分でも思ってるけどね、料理とお酒は。まあお酒もそこそこ、まあウイスキーとかね、日本酒とかだったらまあそれなりに詳しかったりもするし、まあビールの味もわかる、まあ味がわかるってなんか子供からね、大人の階段登ったところみたいになっちゃうけども、だからまあそういうところはね、まあ趣味って言ってもいいのかもしれない。ある程度説明できるからね。で、自分の好みも言えるし、料理、お酒、そういうところはまあ趣味って言ってもいいかなと思うんだけど、でもそこの線引きって難しいじゃん。どっから趣味って言えるの？で、まあ、例えばそういう CV 見てたりとかね、食べ歩きが趣味ですとか、そういう人もいるわけ。まあ、食べ歩きって、まあみんな大体食べ歩きはするよね。食べ歩きっていう言い方はするかどうかは別として、まあ少なからず外食をすることが食べ歩きになってしまうんだったら、じゃあほぼほぼの人は食べ歩きしてるし、そのね、趣味、まあ例えばまあ趣味、自分で思う思わないは別として、その他人にアピールするときの趣味として言えるものって、どっから線引きしてます、皆さん。まあそれがね、ちょっとわかんなくてね。あとは受けのいい趣味とね、あまりよろしくない、受けのあまりよろしくない、よろしくない趣味っていうのもあれだけどね、あるかもしれないよね。だからまあそういうのはどこで線引きするのかっていうところが、ちょっとね、最近なんかね、ちっちゃく悩んでるわけじゃないけど、ちっちゃくね、なんか考えちゃったところはあります。まあそうだよね、まあ、今回の話はそんなもんなんだけどね、まあちょっと雑談を挟みましょうということでね、趣味の話でした。それじゃあバイバイ。まあ僕はね、あんまり金と時間のかかる趣味ってできないんだけども、まあそういうのをね、壮大にやれる人って結構羨ましかったりします。それじゃあ